こんにちは。おはよう。雨やんだ。スルパンさん、クマありがとうございます。雨が止んだって。おはようございます。さっき起きたので寝起きです。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。私もさっき起きたよ。40分ぐらいに、45分とか。45分とかに起きました。雨降ってる。でも止みそうじゃない？広島だって止んでる気するから。寒くないですかって。寒くないです。裏起毛、裏起毛なので。逆に暑いかなって思いながら裏起毛着てる。僕も45に起きました。一緒だね。ね、雨止むんじゃない？8時半だし本番。ケイト玉ありがとうございます。アキアンさん、タオルありがとうございます。コンタクトを入れる。入れた。うん、翼欲しいさん、クマありがとうございます。クマ、前髪作ろうかな。おはよう。ちねさん、タコありがとうございます。カツカレーの口になりました。早っ。そう、今日は何の日めっちゃあったよ。適当に。今日は何の日めっちゃありました。
にちは。パンの日がめちゃくちゃあったから食べ物も触れた。あれで夜ご飯を決めてるって方がいるから、食べ物系も食べ物系も来ました。こんにちは。よし、準備しなきゃ。メイクポーチ、メイクポーチ、メイクポーチ持って、給料日ね、思った。早いよね、今月は祝日、土日。どのカバンで行こうかな。これに決めた。おはようございます。おはよう。今日が楽しみすぎて夜も8時間しか寝れませんでした。私より寝てる。おはよう。メイクポーチ、うん、あ、1時間ちょっと寝ました。夜勤か大変だ。それはに寝ました。あ、でも私と同じぐらいだ。私も3時半ぐらいの記憶はあるけど4時の記憶はないから、多分4時に寝た。やあやあ、リュックにしようかな。遅い。そう、前日に詰め込むタイプなんで、2時ぐらいまでは練習して、そっから風呂入って、その後立ち位置を紙にまとめて、と、私メガネケースないんだよね。メガネケース欲しいな。メガネをいつもこのまま突っ込んでってるんですよ。よくないよな、とか言いながら突っ込みます。メガネケース欲しいな。いや、メガネケースもらったんやけど、私毎日かけるけんさ、ケースはどっか行ったんですよ。毎日家でかけるけんさ、ケース、そう、どっか行ったんですよ。こんにちは。
レンズ傷つかんて。え、絶対傷ついてる。いや、でもそうでもないかも。意外と傷ついてないかも。割れたことないんですよ。最近のメガネは頑丈でしてね。私が目が悪いのもあるから分厚くて無傷かもしれない。もしかしたら、ほら、すごくない？歪んで見えるわ。メガネ拭き。そうなんです。カバンに入れるときにはケース入れる？そりゃそうだよね。こんな大雑把な人なかなかいないですよ。でもどっか行っちゃってね、本当に。メイクポーチにでも入れようかな。とりあえずこれに入れよう。でも私壊れてない。いつも帰省するときもなんかどっか適当に入れてるんですけど、壊れたことがないので。ケースに入れましょうってでもないんだもん。ケースを手に入れるまでは。あと何がいるっけ。メイク落としも持って、湿布とか持っておってみようかな。意味あるかな。何がいるっけ。そう、準備配信15分経ったら終わります。多分あと 2,3 分かな。とりあえず湿布持っとくわ。しかもちゃんとした湿布。そう、そんなもんかな。フィルいらんわ。充電器とかか。ね、やばい、あと1分じゃん。え、リュックにしようかな。入らんかな。リュック邪魔かな。一泊でリュック持ってく人いるかな。私の荷物。いやいや。ね、壇上読みます。まあ夜も多分できるので、夜配信やりますので、きっと何も普通に行けば夜配信できるので、夜やります。13位マサさん、12位ユキさん、11位ミラクールさん、10位わらびもちさん、9位フェリスさん。8位アキアンさん、7位パードンさん、6位コロンさん、5位ドンちゃん、4位キチネさん、3位翼欲しいさん、2位ヤスルパンさん、1位ウドムさん、ありがとうございました。リュック持ってこうかな。なんかリュック邪魔かなって思っちゃうんだよね、新幹線とかさ、移動の時にかね。詰めれるならトートバッグで行きたい派なんですよ。詰めれるなら。では服フェスで多分夜配信もやりますので、夜会いましょう。じゃあねー、今日も一日頑張ろう。またねー。